さあ、アップルアーケード、エアーツイスターというやつですね。これはね、鈴木優さんの開発っていうのかな、制作。いわゆる、ハングオンじゃねえや。なんだっけ、また忘れた。リッチじゃねえ、なんだっけ、あれ。バーチャファイターじゃねえ。なんだっけ、スペースハリアだ。の、まあ、似たやつです。やってみたいと思います。最近物忘れが超激しくなっちゃって。今勉強するとやばいね。どれだ？これか。ステージ1、3。弾どれだ？これか。美しい。なんか光の軌跡が美しい。まあ、スペハリですね。いわゆるスペースハリだ。欲しい。弾無制限かな。クラゲみてえのが飛んできた。あ、これなんかドラゴンとかであったよね。違うかな。あ、この中通るの。怖え。ちょっと暗いね。なんか音が、サウンドがすごいね。もう壮大というか。なんかキノコみたいなの。あ、危ねえ。危ない。まあやってることはスペハリですわ。あお！あ、一撃じゃないのがいいね。一撃でいつも死んじゃうから。ライフ性。危ない。おう！キノコが気になるな。あ、やばい。なんか技ないのかな。危ない。なんか敵のミサイルがあれですよね。スペハリっぽいですね。あ、ムービーになった。でかいぞ。だいぶ前にチュートリアルやったんだけど、忘れちゃったわ。これで撃つと。鶴に乗ってんのかな。なんかちょっと必殺コンボみたいなのがあったと思ったんだけどな。わお。炎やばい。まあドラゴンがこのなんか翼に変わっただけだな。やることは変わらん。お、炎来た。あかー、当たった。おう、キノコが浮いてる。ボーナス。ボスクリアタイムね。ノーダメージクレジットなんか。あ、ランク A だって。本当に？まあ、A がすごいのかよくわからんけどな。次はなんだ？デザート。砂漠って感じだね。骨。後ろから来るの怖いな。なんかいる。やばい。撃ってきた。ノックオンとかあるっぽいな。なんか下にいる。うわ、やばい。アンモナイト。いた。食らったか。あ、ライフ減ってるわ。やばいぞ。回復方法ない。来た。なんか敵のビームがあれですね。かつてのスペハリを彷彿させますね。ああ、あれ、当たったのにライフ回復したぞ。違うのかな。まあいいや、結果オーライ。危ない、アンモナイト。おお、ちょっとなんか飛んでるのが遅い気がするけどね。 3D ならではのこうアングルが変わるのも楽しいです。おお、危なかった。自分の奇跡が多すぎて敵のビームだかわからん。あれ？やられちゃったけど、ムービー。またボスだ。骨か。2機いるのか。
だあ危ねえ。まあムービーだけどね。いやー食われた。ん、今度はドラゴンになったの。これ仲間敵、これに乗ると。いやーなんか敵っぽいけどね。これに乗って戦うと。どこだ。うわー近づいてきた。やべえ、すげえ迫力。2機いるわ、やっぱ。あ、3機夜景いっぱいいるぞ。あっち行ったな。敵のライフゲージはよくわからん。あ、倒したか。1機は倒したね。あう、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 当たったのか。来るぞ、あの炎。よけろ。うわー。ん？ステージ2クリアした？なんか今なんか出てきたぞ。やった！ノーダ、ノーダメージクレジットなしか。なんかクラッ、あ、ランク A。ランク A だ。なんかこうサクサク進むのがいいね。サクサクやりたい。なんだこれ。ディンプル。なんか幻想的ではあるな。こういうなんかいたで、こういうの。三角のやつ。ちょっと違うな。自分の奇跡か。これなんだこれ。玉子のなんか、敵か。あ、危ないなこれ。避けなきゃいけなくなってきた。これなんだ、アイテム。アイテムないのかな。いやー。こっち行けって矢印あるね。アイテムないのかな。なんかずっと撃ってるだけだから。危ない危ない。あ、折れるのか。これはむずい。ええ、どこ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 。早く浮かび上がり、あ、あ、浮かび上がりたかったけど。なんか音がする。ミサイルか。うわーうわーうわー。光の軌跡がすごい綺麗だけどね。スペハリ感はある、ある。現代によみがえったスペハリってとこかな。無駄玉が多いのかな。あ、なんかロックオン出たの。違うボタンを押したの。なんかあるな。あ、そろそろなんか歌が終わったから、ボス、ボス、お、地上に降り立って。おう、ノリノリだで。なんだなんだ。え？なんだこれは。へへへへへ。いやー、避けたぞい。あ、鶴が来た。鶴。鶴が来た。あ、やっぱ空中戦ね。もっとなんか必殺技ないの。なんかロックオンがあるね。ロックオン。あー、やばいこれは。なんだなんだ、邪魔なの。そういうこと。なんか投げてきた。いやー見づらい。なんだこれ。おうおうおお。あと何をどうすればいいんだ。いやー、やばいぞ、なんか撃ってきた。あー死んだぞ。また来た。ちゃんとなんか攻撃する奇跡は出てる。これか。やばい、こっちか。あー、こっちだ。なるほど、ちゃんと攻撃する奇跡を出してくる。こっちだな。わかったわかったわかった。この頭狙う。こっちだ。やばいぞこれ。あ、倒れた。あー、なるほど、わかりましたよ。ちょっと難しかったな。だんだん難しくなってきた。まあこうじゃないとね。
もしかしたらあと1機ってことか。あー B になっちゃった。あ、1人増えたか。おースペース。早くなんかちょっと必殺技思い出さないと。このままじゃただ撃ってるだけだ。絵は綺麗になったけどただ撃ちまくってるだけです。星が飛んでくるけど星の意味はあるんだろうかとかね。チュートリアル忘れたな。忘れた。宇宙空間は広くなったけどなんかあんまり飛んでる感しないね。敵の攻撃あんのかな。早い早い早いよ。スベッカーさんどこだ。当たんね。当たんね。来た。ファンネル。あ、え、ステージ4クリア。ステージ4クリア。ボスだった。ボスいなかった。あ、ボスいないみたい。そんなステージ、あ、変わったよ。ステージ5フォレスト。文字通りフォレストだ。キノコですけどね。蜂だ。蜂がいる。おそらく8 B。 あ、違う昆虫も来たよ。やばい。強え。危ない。ファンタジーといえどファンタジーだもん。正面だ。バラがある。バラ。おお、行きた。後ろか。行きた。よし。なんだ。いやー、危ねえ。目まぐるしく動くから。滝だ。危ない。ここ入るぞ。うわ。なんか動きた。危ない。キャッ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 
ちっちゃ。カレーでも入ってる。時計か。ちょっと今までと様子が違うね。わあ、出てきた、なんか。ゾウ。エレファント。エレファント。あれ？暗くなっちゃったよ。おいおい。こんな時にスリープかよ。ありえねえだろ。スリープかかんの？なんでスリープ？なんだなんだ、もう始まったぞ。ちょっとスリープ騒動で焦ってしまった。これはなんだ？あれは敵なのか？危ないなこれはやばいの。なんかない？なんか全然こっちパワーアップしないんだよね。ああ死んでまん。聞いてね。まずいぞ。またこれか。早い。早い早い早い。落としきれない。おお危ねえ危ねえ。
かなり食らったけど。いや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 、来ましたよ。いい。どうだろうな。わあ。なんかすげえ。なんかすげえ。お、やべえ、敵のミサイル早かったぞ。くそ、やばいぞこれ。なんだよ、怖っ。さっきのクラゲか。なんかだんだんダークになってきたね。さっきのフォレストとはわけが違う。さっきのフォレストとはわけが違う。早い。クラゲ、クラゲ、クラゲ。なんかちょっと雰囲気がダークだね。あ、また時計だ。時計。うわあ、落ちる。あ、スペハリも。危ない危ない。早い。早い。やばい、これは当たりそう。硬い、こいつ硬い。ボスか、まだボスじゃない。当たんねえ、食らっただけだった。さあボスだ。うわー、なんか出てきたよ。なんか出てきた。えい、弱点どこだ。うわー、飛び馬みたいなのが出てきたぞ。今度はこいつに乗るか。なかなか、あーって当たった。君の攻撃が分かんなかった。あれか。終わっちゃったか。コンティニューある、コンティニューある。あ、またやり直しか、やり直しか。まあなんかシンプルで楽しいですね。深く考えなくていいというね。めんどくさい要素はない。あ、いた。早くちょっと、なんかなんかないのかな。武器が一個しかないからさ。ああ痛い、痛いよ。クラゲめ。ああ、なんてことだ、ミスってしまった。危ない危ない。そろそろあれか、下に降りるか、ボスか。うーってやつだな。まだ覚えてる。これが終わったあたりでボスだな。あぶね、早い、早いよ。うっそー、結局武器がわからないままここまで来てしまった。早い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 。これか、いたな。こいつもやばいやつだ。わお、かわせ、行っちまってた。さあボスだ。チュートリアルもう一回見たいな。なんかこうあるんだと思うんだよ、なんか。さあ行けるかな。行きますよ、飛び魚に乗って、飛び魚に乗ってサイヤーみたいな。
しまった、油断してしまった。ロックオンに打ち出す、ロックオン解除されてるのかな。これでなんかミサイル出ないの。ミサイル、ミサイル、結局、あ、壊れた。なんか壊れたね。次どうだい。あれだ、あれか。あ、はいはいはい、分かった分かった。ロックオンしてると確実に当たる。ロックオンしてから撃つと確実に当たるね。あとあの3個か。おおおお、もう一つだ。あと1個、あと1個、1個来たか、まだか、レンタマか、なんか来そう、なんか来そう、なんか来そうと思ったら来たね。はや、あー、かわせ、ふぅ、くそ、当たったか、硬い、まだか、連打、おー、敵の猛攻やで、来た、かわせ、ロックオン、かわせ、もう一回ロックオン、スウェア、だいぶなんか敵の弾が減ってきた。チャンスか、あれ、ロックオン次第、腕がしびれてきた、腕がしびれてきたよ。いやー、しまった、油断した、硬い、あー、やったやりました、ステージ6まで来た。いやー、ここちょっとね、指が疲れたな、疲れた。どうだ、まあ B はもういいやB でいいや。まだあんのかな、エンディングか、ちげえか、ラスボス、うん、なんかいっぱい来たよやばいのか、やばそうな雰囲気だ。今まで乗ってた仲間がいるね。最終決戦か、やばそうな雰囲気だな。あれ消えちゃったよ。おい、ここでスリープかよ、なんだよ。あれ、なんだ、ステージ7あるじゃん。何だったんだ今の長いムービーは。やばいやばいやばい、避けられるか、敵の波状攻撃、やばー。ちょっとでもやってることは単調だな多分もうちょっとなんかね、こうコンボを決めるとかあるのかな。ロックオンがあってから、でも早くてロックオン決めらんないな。ロックオンしてる暇がない。やってることは一緒だね。あらららららら、石痛い、モアイだ、あっあっ、死んでしまう、攻撃が激しい。攻撃激しい。あ、また出てきたよ、俺。出てきた。ロックオンあるのかな？あるの。ロックオン難しいな。確実に当たるけど、ね、激しく動いてる相手にロックオンきつい。だって、ロックオンし終わったら行っちゃうんだもん。あー、ちょっとライフないな。ライフないな。ここなんかラスボスっぽくはないな。わ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。岩尾か、岩尾、また鶴だ。あいつ倒すのか。あ、カニだ、カニだ。
ああ、いきなり死んだ。いきなり死んだよ。あと一回コンティニューある。こっからやり直しかい。どうだろうな、ロックオンだけじゃやっぱ連射してる方がいいな。ロックオン効かないよ。変に意識しちゃうからね。特に波状攻撃だと忙しい。ロックオンはボス戦で使うか。ここは連射と避けることに専念する。ああ、結構減っちゃったな。やばいやばい、この岩やだ。この岩やだ。この岩やだ。ああ、当たった。もう何が何だかよくわかんない。来たー、こいつかー、やばいやばい。ん、長押しでも6個入るの。なるほど、この方が早いかもしれない。長押し、あーでもやっぱ6個とかね、意識すると2つのこと同時に意識できないんだよな。あーだいぶ減っちゃったわー。地上は走れないんだな。これもちょっとスキップしましょうか。どうやってスキップするんだこれ。スタートか。ちげえ。ちげえ。あ、スキップあるじゃん。これだ。よし、ボス来いや。もう分かったんだよ。わあ。攻撃強すぎる。ロックオンで行くぜ。あ、手も怪しいね。ダメだ、攻撃が激しすぎてロックオンしてる暇がない。とりあえず手が危ないから、手を早く倒したい。手を倒したい。手隠しちゃうもんな。まだいるだろう。あー、終わり。完全に終わりだ。なかなかあれだな。まあでもなんか疲れたからちょうどいいって感じかな。まあこんなゲームですね。なんかこっち来てよ、だってアドベンチャーマップ、これか。どこまでやったかってのが分かるんだ。ムーブ、え、まだこんだけ。ちょっと待ってよ、これなんだろう、意味がわからない。取得すると体力が、あ、20個集まるとピンクハートに、あー入手済み。あ、これで強化されるのかな。あれ、イエローハート、こんだけ。ムーブ、ここ来たいよ。あ、来た来た来た。ここも来れる。あ、あれ使ってるんだね。はい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 。これで、ヘッドスタイルが入手、装備画面の頭部をアレンジできる。はいはいはい。イエローハート20個集まるとピンクハート、あ、体力が強化されるのか。鉄球から身を守るシールド、有効ニュース。あ、あの星が要するに意味あったんだね。フェイスペイントが入手できる。顔の割れはどうでもいいんだけどね。あ、結構プレイしたからいっぱい買えるぞ。そういうこと。こっちも行こう。強化できんだ。はい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 。いいじゃない。あ、全然スターいっぱいあるよ。
スターいっぱいある。後で強化してみましょうか。あれ、これだ。体力が少なくなった時、自動でボス以外からの攻撃を防ぐシールド、ヴァンガードイージス。これか。装備もあるんだね。少しダメージが減ったりするのかな。アレンジとか別にどうでもいいんだな。これもあれか。あ、だいぶ減ってきたけど、だいぶ減ってきた。こっち行けんのか。あ、鍵かかってる。行けないんだ。この段階ではここまでってことか。よくわかりませんね。で、これか、これか。これでいろいろ衣装が変えられると。あ、ここで変えるのか。はい。うわお。なんか変になっちゃったよ。普通の顔でいいけどな、俺。熊通りってなんだ。あれ、顔変なしてる。普通でいいです。服変えられるんだ今これ。おお、あ、これよりも、あ、ちょっとあれだね、性能あるんだ、ちゃんと。重要じゃん。機動性と耐水性に優れて、耐久性にややなんか強い方がいいな。耐久性に何あるばっかりじゃん。強いじゃないの。ここが問題なのかな。なんだこれ。宇宙服に匹敵する耐久性か。耐水性能が低かった。なるほどね。これなんだろう。あ、髪型？髪型なんかあるんだろう。色？これ色か。あんまりどうでもいいな。あ、武器あるじゃん。最初これしかないんだね。これだ、さっきゲットしたやつ。全部つけたいですね。はい、全部装備。これで強くなったんだね。なるほどね。はい。練習で、あ、チュートリアルあるじゃん。チュートリアル。ちょっともう一回勉強してきますわ。プラクティス。ムーブ。ここだ。そのぐらいできるね。このぐらい余裕よ。これ。ここ。なめんな。クリア。アボイド。ムーブ、避けろってことか。遅っ、避けられるぜこんなの。はぁ、どうする。おお、危ねえ。グーッ、クリア。避けられるぜ。シュート。こんなのはさっきやったぜ。あ、本当は R2 だったの。B ボタンで打ってたわ。R2 ね。R2 ってね、人差し指疲れんだよね。ロックオン。ロックオンさっき何種だったの。ロックオンなんだっけ。え？ただ、なぞるだけでね。ほんで、R2 押せば、やってくれると。じゃあやってたじゃん。やってたよ、さっきから。で、こうね。それ以上の進化はないんだ。星集めてさっきんとこでやるだけだ。終わりました。極めてシンプルだね。だから最初はみんな同じなんだよね。で、星いっぱい集めて、まあね、強化していくと、そういうゲームっぽいな。まあ楽しいですね。
ちょっと強くなったからね、また次回やってみたいと思います。いやー、なんかこれシンプルにね、ただ打つ、避ける、打つと。ゲームの、まあ、根幹がつま、あ、また消えちゃったよ。このスリープなんとかなんだよね。スリープ激しくない？ということで、今日はこのぐらい。ではまた。